去年の話なんですが、家から歩いて10分ぐらいのところに越してきた A 一家、旦那、嫁、3歳娘。同じ子育てサークルということもあり、会ったら立ち話する程度の仲でしたが、くれくれ攻撃が激しくて次第にシカトするようになった。ある日曜日、朝8時にチャイムが鳴ったので、寝ぼけながら出てみると、A 一家勢揃い。仲良くしてた頃、図書館で A 嫁と会って、一緒に歩きながら帰ってきたので、家の場所は知られているが、家の中にお招きしたことはありませんでした。A 嫁、朝早くから悪いんだけど、お金を貸して。事情を聞くと、朝から一家で海に行こうと思ってたのだが、財布を探したら見当たらない。もう準備をしたし、今更中止したくないのでお金を貸せ。とのこと。A 旦那は挨拶もせず、面倒くさそうに玄関をキョロキョロ見てるだけ。娘さんは玄関に置いてたデジタル時計を見てキャッキャ騒いでる。私、家の中に置いてある財布がなくなったんだから、海は中止にして他に取られたものがあるかを探して警察に連絡した方がいいよ。A 嫁、カード類は財布に入れてなかったから、警察呼ぶほどのことじゃない。せっかくの日曜なんだし、娘を遊びに連れてってやりたい。さらに A の旦那までも。A 旦那、1万あれば足りるんすけど。お土産買ってきますんで。貸す気はさらさらなかったんだけど、ちょうど、財布に2000円ほどしか入っていなくて。私、ごめんなさい。うちも持ち合わせがないの。カードがあるなら手数料かかるけど、コンビニで下ろしてください。そこからは、手数料もったいない、だの、じゃあ2000円だけ貸せ、だの言いたい放題。私も頭に来て、私、今から、友達が遊びに来るんで、時間がないです。すいません。と、一家を追い出して、ドアを閉めました。その後も、チャイムが数回鳴りましたが、モニタで確認だけしてしかと。5分ほどでいなくなりました。A 嫁には友達が来ると言ったけど、本当は近所に住む両親と祖父が遊びに来る日でした。昼前に両親と祖父が到着して、家族みんなで楽しい時間を過ごしていました。夕方になり、みんなでご飯を食べていると、またチャイムが。モニターを覗くと、A 夫婦、娘さんはいませんでした。両親や祖父もいるので、居留守を使いたくなくて玄関に出て応対しました。 A 嫁、探したら財布はあったが、あなたの助言通りにコンビニで下ろした後だった。あなたのミスだから手数料をよこせ。探していたら海にも行けなかったので、それもあなたのせいだ。迷惑料よこせ、意味不明。近所にこんなゲスな会話を聞かれるのも嫌だし、リビングには両親、祖父、旦那もいるので少し心強いってこともあって家に上がってもらいました。私の娘は2階の子供部屋へ。テーブルに座って話し合いをすると、少しずつ内容も変わってきた。A 嫁、貸した1万円を返せ。手数料云々じゃなくて、私が1万円借りたことになってるわら。A 嫁、斉藤さんがあなたに服を貸したと言っている。それも今返せ。斉藤さんって誰？そんな人知らないわら。私、どうしてそんな嘘つくの？デタラメばっかりじゃない。と、なんか怖くなってきて涙目で言うと、これまで黙っていた祖父が。祖父、わしは、孫、私が大好きだ。詳しい事情はわからないが、わしは、孫、私を信じる。わしは、この近くに住んでるんだから、今度からは、わしのとこに来い。あんたたちが法を超えて請求するというのなら、わしも法を超える。孫、私のためなら、老い先短いんだし、刑務所行きでも構わん。A 夫婦は、祖父の法を超えるみたいな発言に顔が真っ青に。私も、90過ぎてる祖父がこんなことを言ったのに驚いた。半分ボケかかって、私の娘を、私の名前で呼んだりすることなど、ザラな祖父なのに。A 妻は泣き出して謝罪してきました。本当は仲良くしたかっただけなのに、ママさん友達にみんなシカトされて寂しくて仕方がなかった。 B、 私さんも以前仲良くしてくれてたのに、急に話もしてくれなくなった。こんな感じの内容を話して5
ごめんなさいと言い、夫婦で帰られました。祖父は、A 妻さんの話を聞いて泣いてしまい、A 夫婦さんが帰られた後に、私も祖父に説教されました。一件落着して、夕食後に、祖父が、私の娘に、一緒に風呂に入ろう、と言ってくれたのですが、娘二人に、いやー、って言われてました。その時の祖父は、笑っていましたわら。